7月7日、水野合宿でございます。基本練習ゲートバリエーション1フロント、だいぶ頭使ってきた。練習いきます。ブスーパー G のフリーの後のベーシックトレーニングラン2相場いきます。はい、ターンの後半まで手の位置をしっかり前にキープするぐらい重心が前に行かねえダメよ。そうが手の位置キープ。決勝いきます。けーん、ターンの後半手が縮こまってっからもっともっとフォールラインにキープしてみな。ほらほらほら、手ほら見てみ、もっとぐーっと後半出してけ。はい、俊介いいよ。ターンの後半までしっかりフロントキープしな。俊介ほーら、キープキープキープ、基礎練基礎練基礎基礎基礎、はい、いきます。お願いします。朝日手の位置キープ。これ朝日見てみな、この内側の手がすごい低いでしょ、じゃなくてもっともっとキープ。そうそうそう、さっきより。お願いします。はーい、日向いいよ。大変そうだ今日のリフト売り場のおじさん。やだこれ、ほら手もう少し内側のアームワークがぐーっと前にキープされることで平行を保つんだよ。はい、しずく、オッケー。そうそうそう、いい。しずくいいよ。すごくいい、今の。これぐらいキープされてると、すごい重心が乗っていいじゃん、ほら。めっちゃいい。はいよー、青。青もさ、今のしずくみたいに、肘がぐっと前に出て、腹圧がかかってる状態だと体重乗って。いやー、今、しずくよかったな。そう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 。そういう風に、肘がしっかり後半までキープされてること。はい、まゆー、ターンの後半までしっかり肘が前に出てキープされてることが重要だよ。はい、まゆ、肘ごとしっかり前に出せ。前半にこれ見てみ、ちょっと斜めになって入ってくるじゃん。お願いします。はい、朝日、みんなやってるベーシックしっかりやらなきゃダメよ。手が前だよ。朝日、手前にキープしてこい。もっとぐーっと肘ごと出せ。お願いします。あやの、いいかい、ストックはあくまでも雪面と平行にキープするんだよ。はい、選手、そうそこキープして平行をキープすることで斜めにならないように。頭がちょっと危ねー、内側乗りそう。キープ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 、すごい斜めになってた綾野選手。イエス、そう言うと前半にキープだぞ、これ倒すね。そうそうそう、そうするとまっすぐすねが当たるんだが。イエス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 、そう、そこしっかりしっかりキープするぞ。ほら、二時ハルト行きます。手の位置前行きます。龍もしっかり固定しろ、もっと前に前に、そこがバランスが悪いとこだよ。しっかり固定しといて。はい、キープしっかりキープ。ターンの後半までキープだよ。ターンの後半見てみ、このこうやって肘がぐーっと曲がって体が起きてしまうから、これがレースでも失敗の原因になるぞ。はい、オッケー。怒らない怒らない。はい、ハヤト、ハヤト、これ見てみ、前半にストックがぐーっと入るってことは体がぐーっと内倒して入る。ここでしっかり基礎で直すぞ。
手の内もうちょっと後半に向けて手の前だ。ハルキ内側の手少し前。ほらほらここここ。ここで体に近くしないでターンの後半までしっかり前キープよ。あー親友すごいよかったよ。もっとここでぐーっと前に出しててキープ。し、うーんいた。はい、いつきもうちょっとターンの中盤から後半にかけて手の位置を前にちゃんとキープしよう。動かさないようにしよう。はい。いつき手の位置を少し高め。イエス。しっかり押せ。ターンの特に後半だぞ。次の位置は。はい、オッケー。キープ。太陽肘を近くすんだよ。もっとここで後半前に出せ。やっぱり左足がちょっとやりにくそうだ。ゲッ。ずいぶん上から入ってくる。翼。手をしっかり前にキープするぞ。小次郎。手の位置キープ。おーし、もっとキープできるぞ。肘ごとしっかり前。おお、危ない。飛んでくんじゃないか。対しショルダーラン4。後ろ行きます。はいよ。総が行きます。はい、そうが背中もう少し立ててみよう。背中が丸まってんぞ。が今のターンはいい。グーってまあ左足もうちょっとグーっと押したいな。そうがこれ見てみな。左足すごい斜めになってしょ。はい、けー斜めになりすぎても内側の。よし、ナイスだ。俊介いきます。あ、俊介グーッと押せ。外側の手をグーッと押すようにして重心乗せといて。慌てんな。朝日いきます。お願いします。何を聞いてるのよ。なんで今さらフロントなんだろう。みんなショルダーやってるところ自分の世界に入りすぎ。お願いします。はーい、オッケー。ショルダーだからね。朝日選手マットが起きるな。さあ日向ぐーっと重心乗せとこよ。まだ軽いぞ。ちょっとポイントが外だな。朝日ひなたこれグーッと押してて、ね、外側の手をグーッと前にグーッと出すぐらいでいいから。あ、イエス。そうそうそう、そういう当て方いい感じ。今いい、すごくいいターンしてきたぞ。そうそう、当たった状態。わーっつ、我慢我慢我慢。その繰り返しだ。しずくラインもう少し考えましょう。しずく選手はーい、眉。左足外側の時にもう少し左手をグーッと押しましょう。押すぐらい前に出してもいいから。はい。
よし、こっち寄せ。そう。よし、今の単位ぞ。はーい、言うと OK だよ。はい、オッケー。いないね。あの女の子一人。そうですね。さっきからも来て戻ってきてないですね。そう。ぐーっと押せよ。今の右足の入り方いいよ。早く行きます。はい、入っていいよ。右足すごく良くなってる。もっとぐーっと押せ。はい、スキーよ。オッケー。はい、よし、はい、親友、オッケー、イスキャブ、キープ。あ、クラマット。行きます。はい、留意よ。親友、背中だぞ、背中。お、そうだ、立ててこい。そうすると骨盤が立った状態からスネグって入れる。はい、行きます。はい、たよちゃん、左足ね、左足側グッと押せよ。思いっきり押せ、外側の手。あると言ってます。はいよ。小学生合宿は何が起きるかわからない。小林朝日選手、行方不明。次行きます。はい、ゲンちゃんいいよ。ゲン、すごい良くなってんだ。もうちょっとプッシュよ。はい、左手をぐーっと前に押しといて。いい、左手をぐーっと前に行きます。そう、今の出し方いいよ。こっち出せ、ぐーっと下げないで。つばさ行きます。はい、つばさいいよ。オッケー。おー、斜めになってる。ほら、こっち押せ。押すなよ。はい、つばさ、プッシュ。小次郎行きます。はい、小次郎いいよ。斜めになってるぞ、手が。小次郎、おー、意識してる。ちゃんと意識できてるよ。前にしっかり押してる。頑張れ。刀しょってるみたいになってる。小次郎行きます。はい、ぶんちゃんいいよ。何してんだよ。動画行きます。はい、オーバーでもちゃんと外側プッシュしてよ。外側グーッと押してよ。何してんのよ。苦手のオーバー、だんだん肘が曲がって、普通のフロント行きます。はい、外側もっとグーッと押せるのよ。よし、体重乗ってる。いいターン、今のもいいターンだ。やっていきます。お願いします。いや、ピップレーシング。はいよー、グーン。体重、軽い男だ、日向。
ほーれ、ただのフロントになってる、ほら。はい、しっかりオーバーをキープしながら外側の手をグーッと押し込むときに足裏入れるんだよ。もっともっと左手寄せ、左足、右足か。おお。シュークいきます。はい、しずく、しっかり外側。はい、眉いいよ。眉もこっちのもオーバーもそう、手のひらグーッと押して。はい、眉顔しっかりグーッと押せ。よし、しっかり押す押す押す。もう刺さってないよ、もう刺さってないから重心が甘いぞ。押せよ。ただ上げてるだけじゃなく、外側の手をグーッと押し込んでいくような体重の重心をかける感じを欲しいね。ゆうと取れる。ゆうとたちも行くよ。これ一本滑ったらセット返しするから、骨盤で、ラスト基礎練行きます。骨盤でラスト行くよ。もっとグッと前に押したいな。大志、さあノーマルゲートラン2。はい、はい、総合いきます。はいよ。エッチングいきます。エッチングがやたら短いな、そうが。はいよ、これは掘れるぜ。ケンシロ、あ、なんでそうなるんだろうな、みんな。だから掘れるんだよ。朝日、しゅんすけ行きます。はーい、オッケー。しゅんすけ、スタンスは良くなった。ひなた行きます。お願いします。はいよー、なんで2本目であんなまっすぐ行く。お願いします、お願いします。はいよー。みんなラインがやたらまっすぐなんだな。よーっ、はい、整理をまず頭に入れるか。まず頭に入れてからだ。ちょっと整理して、優しい綾野。綾野いいよ、OK。 失礼します。声が優しいな、綾野は。こっちはいいんだけど、こっちか、こっちが、こっちがもうちょっとな、なんとか治る方法ないかな。はいよー。朝日、さあ朝日頑張ると、ちょっとやっぱりお尻を上げる方法を考えるか。はいよー。
ちょっとお尻が低いな。いいと。手の位置とお尻の低さ。ちょっとお尻が低いんだよな。正面行きます。これだと。えよー。正面。はい、どういきます。よーはいと。ハルキいきます。はい、ハルキよーっ。こっちでしょ。シーン、いきます。はい、親友いいよ、オッケー。はい、親友いきます。はい、オッケー。はい、好き。行きます。はいよ。りゅ。はい、行きます。お願いします。はいよ。はいよ。全体的にやっぱりケツがすごい低いな。さあ覚えてるかな、手。ちょっと板短すぎんじゃないかな。翼さん行きます。翼さん、こじら行きます。はい、こじちゃん。おっと危ない。おっと遅れてる、こじろちゃん。おう、ゆうとスタンス入れ。しょうまいきます。はい、しょうま。動きの流れを止めちゃダメだよ。ターン入る前と、しょうま、動きを止めない、特に右足。はやと行きます。はやと、一回流れの中でよ。ただまっすぐ行くだけじゃダメよ。はやと行きます。はい、はるき。はるき、少し外側の手首返してみな。ストック握る手をちょっと手首を返し気味にしてグッと押さえてみな。はい、手首ちょっと返す。いきます。あ、親友、親友ね、スタンス1個入れてみよう。いい、ちょっとスタンス広すぎて前半に体の外にスキーあるからだいぶいい。親友、スタンス1本入れ。はい、いつき。ターンが終わったら内側の手、外側の手、思い切って手を前に出してみるぞ。それでスキーをどんどん走らせてみる。いつき、ターンの後半の手の使い方。いきます。はい、龍、いいかい、肘だよ。左足外側の時の肘だよ。はい、ここでグッと前に持ってくんだよ。いつき、ここでスッと、龍、左足外側の時の肘を立てないこと。はい、いきます。お願いします。
太陽、もう少しターンをきれいにこうで書いてこよう。エッジングが短い時あるぞ。太陽。ハルト行きます。ハルト、手が全く動いてないぞ。ただ上にかぶってるだけ。行きます。はい、ゲーゲー、もう少しターンの、翼行きます。はい、翼いいよ、OK。 はい、翼、はい、小次郎行きます。はい、小次郎いいよ。小次郎、スタンス、スキー1個分入れ。お願いします。はーい、青、OK だよ。はい、青。青葉、まっすぐ行きすぎだ。あ、青葉としずくはファイターラインだ。まっすぐなんだよな。ちょっとまっすぐ。後ろ行きます。はいよ。なんかすごいちっちゃいんだよな。分子のシルエットはよく見えんだけどな。相場行きます。はい、相場。さあ、そうが決勝行きます。はい、けんよ。よし、さっきより、おお、 OK。 けん甘く。あ、次行きます。お願いします。はい、 OK。 てイースビーになってくれ。じゃあ、できます。お願いします。はいよ。よし、ひなた。ああ、ちょっと基礎練必要だな、もうちょっと。ちょっと早めに終わろう。はい、前いいよ。前、スタンス、肩幅。前半にこうやって揃うのなくすよ。なし。全然いきます。お願いします。はいよー。体の使い方がすごいよね。さあ、やのこい。朝日行きます。お願いします。よー。だいぶ頭かしがなくなっちゃ。朝日。朝日ビール。朝日。もうちょっとぐーっと当てるぞ。早く行きます。